小型ショベルドーザ小型ショベルドーザは陸上自衛隊で使用されている車両である。73式大型トラックに積載される小型ショベルドーザ本社は市販のミニショベル、または極小旋回ショベルと呼ばれる一人乗りの360度旋回が可能な小型油圧ショベルをベースにした装備で小型銅座の後継として2002年より調達が始まった。基本的には 民製品をそのまま使用しており、塗色が OD 色の他は一般の建設機械と変わらない。従来の小型銅座が、いわゆるブルドーザーにバックホーをつけた形状で、ハイド板を用いたハイドや聖地がメインでバックホーを使った作業は副次的であったのに対し、本社はバックホーに当たるショベルを最大限活用した掘削作,作業がメインとなったのが異なる点である。これは、 小型銅座を配備する部隊が、方面施設隊など、比較的規模の小さい部隊であり、聖地よりは、延体掘作の方が、メインの作業が多かったことによる。これにより従来よりも、延体掘作、障害の迅速な構築が可能となった。災害派遣にて使用される小型ショベル銅座施設家への配備はもちろん、延体掘作の機会が多い普通科など、 第一線の戦闘部隊への配備も進んでいる。これは本社が73式大型トラックの荷台に乗せることが可能なため、中型セミトレーラーなどの輸送専用車両を必要としないことも大きな理由と言える。ありがとうございます。